世界ジュニアで、全日本選手権ですごい悔しい思いをして、世界ジュニア選手権に臨んだんですけど、その前がすごく調子をいい方向に持っていけないまま試合が始まってしまったんですけど、その中でもショートとフリーともにいい演技ができたので、すごく印象に残ってます。2本成功を目標にしていて、最後の世界ジュニアでは、トーループが少し回転が足りなかったんですけど、2本揃えることができて、目標はできたんじゃないかなと思っていて、点数は自分の演技が良かったらついてくるだと思うので、点数は気にせずに自分の演技が満足いくようにっていうのを一番心がけてました。